はい、ランニング食堂です。はい、ランニング食堂です。こちらグライドライドですね、購入したので、購入してまあ結構そこそこ走ってきたので、走ってるので、こちらを再度、まあ、特徴とかを踏まえながら、まあ、使ってみた感想とかを言っていきたいなと思います。あ、そうだ、この間の動画で靴がね、ここに干さってるのがあんまりっていう方がいらっしゃったので、靴は多分汚いものだから上に上げちゃいけないのかな。ってなったら俺ここに机の上にこの靴置いてるのもやべえよな。こっちの靴はお許しください。動画映えを意識してちょっと撮らないといけないので、まあ、このグライドライドですね、履いて週30ぐらい履いたとして、週30キロに、いやもっと履いてるね、週40キロ履いたとして、週40の、3週間だから120キロ、だいたい100キロぐらい、100キロ前後ぐらい履いてみての感想になります。あくまで僕の感想なので個人的な意見になるかなと思うので、まあ参考程度に聞いていただければなと思います。一応価格がですね、17,600円だったかな、17,600円の商品なんですけど、それが今 Amazon のセールで割引されてて、僕が買った時は8000円台、9000円切ってるぐらいで買えたんですけど、まあそれはタイムセールで買ったわけで、今は9800円ぐらいだったかな、1万円切るぐらいで買えるような、お値段になっております。元値が1万7000円なので、まあ、ほぼ半額ぐらいと言っていいんじゃないかな、半額近くで今買えるシューズになってます。まあ、僕はこの時点でジョグ用シューズ欲しいなって思ってたのと、まあ、このアシックス結構最近気に入って履いてるので、まあ、いろんなアシックスのシューズ試してみたいなと思ったところ、まあ、安くなってたというところで購入してみましたっていうのが最初ですね。まあ、この商品の、まあ、特徴とか結構レビューされてるところ、いろんな人がレビューされてるんですけど、そことかあとはホームページに書かれてる内容とかをまとめつつ、なんかその辺の特徴、いいところみたいなのが僕が履いてみてどうだったかっていうのをちょっと動画にしてみたいなと思います。はい、じゃあ1個目、自然なライド感、癖がないっていうのが売り、特徴らしいですね。これについては、自然なライド感、癖がないか、自然な走ってる感、まあちょっとあるかな、そんな感じは。自然な感じというよりは、僕があんまりシューズいっぱい履いてるわけじゃないから分かりづらいんですけど、結構ベイパーフライとか、あと僕の足のつき方はこう外からこういう感じで変にこうついちゃうような感じがあるんですけど、まあ、それをなんかこう、これ足首ね、足首がこうつかせてくれる感があるかな。なんか外でこうやって行こうとさせてくれない、こうやって外からこうやって、まあなんて言うんだろうな、ミッドフットあたりでこう走るようなイメージが僕はあるかなと思うんですけど、それができない、できないというか、そうじゃなくてこうまっすぐペタンペタンと走れる感じがある。だからそれが自然なライド感って言われるのであれば、あるような気がしますね。その自然なライド感、ペタンペタンとフラットで走りたい、走れるようになりたいとか走る人っていうのであれば、その特徴はしっかりあるかなと思います。次、楽に走れる、このガイドソールっていうのがその楽に走れる特徴になるんですけど、このつま先の反り上がりですね、シュンと、これが、踏み込んだらそのまんま、コロンと前にこうやって転がっていきますよっていうようなソールになるんですけど、これは普通に立ってる時は分かりますね。立ってて前に重心がこう転がるような感じがあるので、僕なんかそれを感じたエピソードというか、電車で扉開くのを待ってる時に、こうやってグライドライド履いて立ってたんですよ。そしたら前にグーッと倒されちゃって、扉開く前に自分が前に行っちゃって、おとっとみたいな感じになったみたいな感じ。ちょっとクソエピソードですいません。だからそれがもしかするとこのガイドソールっていうところが関係してるのかなっていうイメージですね。ただこれは走ってる時には僕は分かんなかったです。走ってて楽に走れるなっていう感覚はないですね。こうもしかすると僕が結構走り込んでるから、なんかそのガイドソールがあるなしに関わらずしっかりと
重心移動ができてるからかもしんないですけど、できない人が履くとそれはあるのかもしんないですね。そこはただ僕は感じなかったって感じですか。僕は感じなかったっていう、はい。で、まあ、もう一つ言うと、楽に走れる感覚っていうより、まあ、ちょい重いなっていう感じの方が強いですね。良くも悪くもなんですけど、こう多分ホームページとか見てもらうと分かるんですけど、結構重いんですよね、靴、ランニングシューズとしては。今まで履いてたのがエボライドとかオンのクラウドフローとか、あとはなんだろう、その辺かな、結構履いてたので、まあ、その辺と比べると重く感じるんですけど、まあ、これは良くも悪くもかなっていう印象ですね。はい、次、フルマラソンだとサブ4サブ5向けに作られてるみたいですね。作られてるというかターゲットがその辺らしいです。うん、まあそれはよくわからん。なんだろう、サブ3だとスピードが速くなるから重いからっていうことなのかなとも思うんですけど、まあでも結局その重さじゃない、スピードのその出力ってその人のレベルによるんで、あんまりこうターゲット絞る、レースだったら個人的には重いシューズ履くっていう感覚が僕にはないので、そこはよくわかんないですね。サブ4とかサブ5だともう速く走るというよりは足を守ってあげないといけないからっていうことなのかな。まあそこはちょっと僕にはわからない。はい、あとは流れる走りができるっていうようなところも特徴かなと思います。それがやっぱガイドソールのところにはなるかなと思うんですけど、まあ、流れる走りというよりは、まあ、流れる走りになるのかな。僕は結構足が後ろに流れていくような感じが強く感じるなって思いました。メタスピードスカイもなんかそんなイメージあるんですけど、なんかこう前にこう引っかいて走るっていうよりは、こうなんかスイングして走るようなイメージだなみたいな感じで思うので、まあ、それが足が、流れる走りにつながってる可能性もないことはないのかなっていう印象ですね。でそこになんかこれ重いので、結構流れた足を自分でこう巻き戻さないと、流れた足を自分でこう前に押し出さないといけないじゃないですか。でそこに重さがこのちょっとした重さなんですけど乗っかるので、体幹を意識しやすい感じはするかなと思います。最近僕結構この体幹を使って走るようにしたいなと思って、いろいろとジョグしながら考えたりしてるんですけど、まあ、軽すぎるシューズだとあんまり感じづらいところも、なんかこうちょっとだけ重いところがあるので、まあ、そこでなんかこう使ってる筋肉を感じやすいイメージはあります。でもう一個ですね、特徴としてはこのこれゲルがね、このゲルです。これが、衝撃を吸収してくれるみたいですね。着地の時の衝撃を吸収して怪我を防いでくれるシューズになるみたいです。これ自体はまあそれはいいことだと思いますし、僕もここの衝撃吸収すごく感じるのでいいところだと思います。良くも悪くも衝撃を吸収してくれるって感じかな。結構ジョグだと足作りでジョグするわけだから、まあ、足作りの一環でジョグもすると思うんですけど、まあ、そこで衝撃を吸収されちゃうと足作りの意味がないのかなっていうのも感じないことはない。レースの中で衝撃に対応できるようにジョグをするわけで、だとするとこの衝撃を吸収してくれるシューズっていうのは正直過剰性能っていうのかなのイメージもあります。まあでもこれはあれかな、偏った意見かもしれないですね。なんか僕の意見というか僕はそう感じるので、まあ、ジョグの種類もいくつかあるっちゃあるんですけど、まあ、僕も結構ジョグをどういう風にするかっていうのもいろいろ考えてやるんで、まあ、それ一つとしてその足作り、衝撃に対応するために足作りをするっていうこともあるので、まあ、そういった時はなんかこう裸足に近いようなシューズを使うので、まあ、一概には言えないかな。いい点なんだけど、足作りとして使うとせっかくの足作りに性能が高すぎるからもったいないかなっていうのも感じる。まあでもあれか、距離走りつつ足を作る、例えばロングスローディスタンス LSD とかやるときはむしろこのぐらいクッションがある方が
いいかもしれないですね。僕は結構それで使うので、長い距離の帰宅ランとか、あとは日曜日は結構距離走やったりするので、そういった時は普段のジョグより距離を取る時はいいかもしれない、このクッション性は。じゃあまとめましょうか。まとめてみると、あえてゆっくり走りたい時とか、まあ、クッションがあるので怪我明けとかであんまり足に衝撃を足に与えたくない怪我明けとか、あとは僕だったら LSD とか、普段のジョグよりも長い距離を走るとき、まあ、普段が15とか20以上は普段走んないんで、20キロ以上走るときはこいつを履いて走るかな。20キロ以上のジョグの時は僕はこいつ使いたいなっていう感じです。怪我明けで使うシューズ、もしくは LSD で使うシューズとしてはすごくいいかなと思います。で、僕自身はもうこれ買って非常にいいなって思います。良かったなって思います。その LSD 用のシューズとして確立できてる気がする、僕は。じゃあただ1万7000円では買わないかなと思います。9000円弱だったから買えた感じかな。今すごいセールで安くなってるので、それはすごくねいいかなと個人的には思ってます。まあ、1万円以内だったらすごくコスパの高いシューズかなと僕は思います。初めて一足買う人はいいですね。ランニング始めたての一足としてはいいかなと思います。怪我しやすいんでね、そういう人は。足作りの一環として履くのは微妙かな。ジョグを足作りと捉えている方であれば性能過剰で、 LSD で使う方は20丸かな。お金がある方は定価でも全然 OK かな。お金がない方はジョグ用シューズにあんまりお金をかけれない方は、セールで1万円以内だったらありかなっていう感じです。ちょっとまとまりがないな。まあ個人の、感想動画ということで聞いていただければいいなと思います。まあ1万円以内だったら結構僕的には9000円ぐらいで買えるのであれば、ジョグ用シューズとしてはこの上ない性能高いシューズだなと思いました。概要欄にね、 Amazon のそのセール価格のリンクを入れておくので、もし気になる方いらっしゃいましたら、そちらからご購入していただければなと思います。そんな感じで今日の動画はグライドライドを使ってみての感想という動画でした。今日もご視聴ありがとうございました。どうもランニング食堂です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも日々の練習、マラソンが楽しくなるような動画を投稿していきますので、チャンネル登録何卒よろしくお願いします。Twitter では普段のジョグや食事、趣味投稿してますので、概要欄からフォローのほどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。下にね、ほら猫がいるんですよ。ほい。見えないところで子猫をあやしながら動画を撮っておりました。最近ね、この顎ニキビがね、コムちゃんできてきてて、これって病院連れてった方がいいんですかね。こんな感じで今日の動画はグライドライト紹介したっていう動画でした。